おはようございます。今日は今ランニングから帰ってきたところで、今から朝食ピザを作りますっていう回です。始まります。強力粉とか今はね、わかんないけど、だからこれを買ってきました。業数でこれを買って、ウィンナーでしょ、トマト、ピーマン、ソースで秒で作ります。朝ね、帰ってきたら家事が始まるんですけど、今は時間があるからまあまあ楽しんでできてます。ピーマンを切ります。トマトを切ります。家にいることが多くて、まあ、朝寝坊とかね、ゆっくり過ごすっていうのは全然いいと思うんですけど、なんかね、読んだのが入院患者の人とか、その退院するとか、こう旅行に向かうっていうのが、入院するとずっと同じ格好だったりするじゃないですか。それが毎日ちゃんと私服に着替えるようにした患者さんは退院が早くなるらしいんです。体調が旅行に向かうのが早くなりやすいっていうのをなんとなく読んだことがあって、なるべく起きたら着替えて、女の人だったらまあメイク、そのアイメイクとかだけだったりとか、まあ、着替えるっていうのをすごい、やっぱ私生活でもいいんだろうなと思って気をつけています。今ウインナーを切ってます。ちなみに動画で家トレとかもアップしてるんですけど、それもちゃんとウェアとかに着替えるといいですよ。ウェアに着替えて、なるべく体のラインが出る格好になってこうワークアウトするのがいいみたいです。その方が力も出るし、気合も入るし、こうオンオフをやっぱり使い分けるの大事だし、深層心理みたいなの形から入ることで刺激になるんだと思ってます。で、仕事は30。じゃあピザソース塗ります。
よし、オーブンに入れます。これのおかずだったプルコギもやってみます。やっほー、いい感じ。おー、待て、おー、いいね。わー、プルコギの方も美味しそうにできました。ということで、美味しく作れたかな。美味しそうに作れました。うわ、めっちゃジューシー。すごい、外がサクサク。うん、両面焼きじゃなくて片面焼きしたんですよ今。だから上の方はサクサクで、中の下の方はもちもちで美味しい。大成功です。めっちゃ嬉しい。よし、これは自信を持って自分で生地を作ったらこんな美味しくできるかな。一人暮らしの人とか、なんか簡単に、めっちゃ簡単に作れたんでおすすめですね。もうちょっと落ち着いたらうちに誰か来てほしいですね。アミバさんとか、その時いっぱい作ってあげたい。今日はピザを作るという会でした。料理はあんまり得意じゃないんですけど、簡単なものならできました。じゃあ次回は何を作ろうかな。なんかこの生地から本当強力粉がねマジで売ってないんで、本当に売ってなかったんで、ちょっと強力粉が手に入ったら生地から作るチャレンジをしたいです。じゃあ